ずるこれは知り合いの霊感持ちの主婦 A から聞いたお話ある日の晩 A は普通に布団で寝ていました隣には旦那さんがもう寝息を立てていたそうです やがて、A もうとうとし始め、眠りにつきました。何時なのかはわかりませんが、突然目が覚めた A。体は金縛りにあっていて、かろうじて目だけが動かせる状態だったそうです。周りを見渡すと、閉めたはずのドアが開いていました。 するとドアの向こうの廊下からかすかな音がすることに気づいたそうです。<noise> 何かを引きずるようなその音がだんだんとこちらに近づいてきてるのだと思ったそうです。 しかし、体は金縛りにあったまま動けません。唯一動かせる目でドアをじーっと見つめていました。少しずつ、 その音が大きくなってきて、こちらに近づいてきてるのだと思いました。はじめに目に入ったのは、細い指。それが一旦後ろに下がって、また前へ。そうやって少しずつ、それの全体像が見えてきました。はいずりながら、 こちらへ少しずつ近づいてくるそれは、長い髪で顔は覆われ、元は白い着物のようなものだったと思われるボロボロの少し黄ばんだ着物を着ていたそうです。這いずりながら A の足元まで来ると、布団の上に上がってきたそうです。 だんだんと顔が近づいてきて、長い髪の間から見える目は見開かれていて、A のことをじーっと見ていたそうです。そこで A の記憶はなくなり、気がつくと朝になっていました。朝起きて、 寝室のドアを見ましたが、閉まっていました。夢だったのかと思いましたが、自分が気を失う寸前、それの顔は見覚えがあるような人と感じたのと、お墓と言ったような気がしたそうです。そこで A の母親に電話で、 何かお墓でわかることはないか、と聞いてみたそうです。母親の話では、そういえば最近、自分の親族のお墓で、お墓参りをしていないお墓がある、とのこと。A から言えば、その人はおばさんにあたる人だそうで、母親は霊感が強い A のところに、 そのおばさんが言ったのではないかと話していたそうです。その後はそういったことはなくなったそうです。 開けるな。これは私が小学生の頃のお話です。私の家はよく夏になると母方のおじいちゃんのいる田舎へと家族で泊まりに行くことになっている。私が 小学五年生の夏の年、その日もおじいちゃんの家へと家族で泊まることとなった。私は大のおじいちゃん子だ。よくおじいちゃんには川に遊びに行ったり、お祭りに連れて行ってもらった。すごく楽しい思い出ばかりで、 今年もたくさん遊んでもらえると思うと楽しみで仕方がなかった。しかし、おじいちゃんの家に着くと、おじいちゃんは布団に横になっていて具合が悪そうだった。おじいちゃんの隣には少し疲れたような顔をした祖母が座っており、私に向かって、 ごめんねえ、せっかく遠くから来てもらったのに、おじいちゃん倒れちゃって遊べそうにないの。と言っていた。おじいちゃんも申し訳なさそうにしていた。どうやら体が悪くなってしまったらしい。私は がっかりとし、拗ねてしまった。その年は、祖父を看病する形で、ここへと来たようだ。父は仕事のため、一旦自宅へと帰り、私と母と、中学生の姉が残った。おじいちゃんと、 よく遊んだ川があるのですが、私はそこにザリガニを捕まえにでも行こうと一人で向かった。ザリガニを何匹か捕まえていると、ふと川沿いの山が気になった。そこには小さい神社へと続く道がある。昔、 おじいちゃんと川で遊んでる時、一人で勝手にその神社の方へ向かおうとしたら、ものすごい勢いで怒られて、それ以来近づくことはなかった。しかし、子供の好奇心は尽きることはなく、今なら入れるかな、と思い、入ることにした。 階段のない道を上り五分もしないうちに神社へと着いた。そこには古ぼけた神社があり、お供え物にはいつのとわからない団子が置いてあった。扉の中が気になり開けてはいけないと子供心にもわかってはいたものの、恐る恐る 扉の隙間を覗いてみると、中は薄暗く、床には一枚、お札が貼ってあるだけだった。<laughs> カラスの鳴き声で我に帰り、空を見上げると、すでに夕焼け色。何もない少し残念な気持ちと、 なんでおじいちゃんはあんなにも怒ったのかという疑問を残し、足早に帰ることにした。家に着くなり、急に眠くなり、その場で寝てしまった。トントントン何かを叩く音で目が覚めた。 周りを見てみると、そこはおじいちゃんの家ではなく、自分の家だった。ぼんやりとしたまま、体を起こす。するとまだ、トン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 、と、叩く音が聞こえる。音の方へと目を向けると、キッチンと廊下が見える。 どうやら音は玄関の方からだ。お父さんが帰ってきたのかなと思い、廊下を歩き玄関へと向かう。ドアのチェーンを開けようとしたその時、開けるなという男の声で目が覚めた。 周りを見てみると、そこはおじいちゃんの家だった。母と祖母は夕飯の支度をしている。どうやら私は夢を見ていたようだった。すごい現実味のある夢と、開けるなという声が聞いたことのある声で気味が悪かった。 その夢の後、私は熱を出してしまい、祖母が作ったお粥を食べて、眠りについた。トントントンまた、あの夢のようだ。扉を叩く音で目が覚め、布団から飛び起きる。廊下へと、 恐る恐る近づくと、開けるなと、また聞いたことのあるあの声が聞こえてきた。この声誰だっけと思い出してみると、おじいちゃんの声だということに気がついた。普段優しいおじいちゃんの声ばかり聞いていたから、 怒鳴り声を忘れていたようだ。おじいちゃん扉へと質問を投げかけると扉を叩く音が急にピタッと止まった。なんだ、おじいちゃんか。と安心した途端。 トン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 と、先ほどまでとは違い、強く扉を叩き始めた。それまではなかった恐怖心が一気に押し寄せてくる。おじいちゃんなのやめてよおじいちゃん 泣きそうな声で訴えかけるも、一向に叩く音は止むことがなかった。扉の近くにいるのが嫌になり、布団へと潜ることに。目が覚めると朝になっていた。その日のお昼、おじいちゃんの容体が少し 悪化したようだ。母は、おじいちゃんを病院へと連れて行き、家には私と、私の看病のため、姉が残った。私は、まだ下がらない熱のせいか、また、眠りについた。 あの夢だ。周りを見ると、やはり、同じ自分の家にいた。扉に近づくのも嫌になり、布団の中で丸くなっていると、今度は、開けて、という女性の声がした。 いつもと違う声に戸惑いながら、その声がする方角を見てみると、どうやら玄関から聞こえてきているようだった。開けて。その声は何やら録音した音声が繰り返し流れているように聞こえる。 開けて私は玄関へと向かっていたいつもならここでおじいちゃんの声が聞こえるのに今回は聞こえてこないおじいちゃんの声は確かに怒ったような声で怖かったのだがどこかしら 安心感のようなものがあった。しかし、その声もない今、なぜか、おかんと不気味な恐怖心が、はっきりと自分の心に湧いていた。開けちゃダメだと、自分自身も警告しているのがわかる。 開けて、開けて。その声に対して私は、開けないよ早く帰ってと返事をした。すると急に女の声は聞こえなくなった。はぁ、あ。 もういなくなったんだ。と思い、安心してキビスを返し、布団へと戻ろうとしたら、玄関から、カジャン。という音が聞こえた。私はすぐに、新聞配達の人が新聞を入れるときに聞こえる音だ。と理解した。 振り返り、玄関の郵便受けを見ると、穴の中から何者かが目を見開いて、こちらを見ている。<笑><笑>私はびっくりして腰を抜かしてしまい、床に尻餅をついた。それは、 じーっと、こちらを見ている。瞬き一切せず、こちらを見ている。私は震えながら、誰と尋ねてみた。それに対し、あ、ず、れ、 と、それまでの女の声と違う低い男性のような声で答えたすると私は麻酔がかかったように気を失った目が覚めると夜になっていた周りを見ると母と祖母がおり私は あ、おじいちゃんは、と尋ねると、おじいちゃんは天国に行ったんだよ。と、涙ながらに祖母は答える。私は先ほどまで見ていた夢の恐怖を忘れ、おじいちゃんが帰ってこないと察し、悲しみでたくさん、 泣いた。数日が経ち、祖母に夢の話をしてみると、祖母は神社に行ったのか、と険しい表情で尋ねてきた。私は頷くと、祖母は少し間を置き、あそこには よくない神様がいらっしゃる。子供を食べる神様。夢のそれも神様のせいだね。と、子供を脅かすような話をし始めた。私は怖くて、もう二度と近づかないと誓った。数十年が経ち、 ふと思い出したため書かせていただきました。後日談は特に何もなく、それ以降普通に過ごしてまいりました。あの夢は何だったのか、ただの夢だったのか。今思えば祖母は本当のことを話してないと思います。 見上げる男の子。昔の彼女から聞いた話。花火大会の会場となっている海水浴場で友達数人とコンビニで買った缶ビールとつまみを片手に飲み会をしていた。5日ほど前に 花火大会があったため、海水浴場とは思えないほど、ゴミが散乱していたそうだ。その場で知り合った別グループと合流し、どんちゃん騒ぎをしていたらしい。彼女はノリも良く、社交的で騒いでいる姿が楽しそうだったことから、20代の 男女混合のグループに声をかけられたそうだ。波打ち際の砂浜に座っていたそうなのだが、気づかないうちに隣に四歳くらいの青の T シャツに海パンを履いた男の子が座っていたそうだ。ポッキー食べるなどと話しかけるが、 体操座りで夜空を見上げるだけで返事は返ってこなかったそしてふと目線を他にやりもう一度男の子の方を見るとそこにはもう男の子の姿はなかったそうだ友達と一緒に男の子を探すが見当たらない 合流し、一緒に騒いでいた別グループの人の子供だと思い、訪ねてみたが、そのグループの人たちは、子連れでは来ていない、という。うわー怖い怖い怖い。と、その場は盛り上がり、笑い話で終わったそうだ。翌日、 アルバイト先の飲食店で昨日あった不思議な話をしてみた。その話を聞いたオーナーが青ざめた顔で男の子の特徴を聞いてくるので、詳細な情報を伝えると自宅に併設された店内から自宅の方へと入っていったそうだ。しばらくし新聞を持ち、 戻ってきたオーナー日付は4日前のものだった記事にはこう記されていた〇〇花火大会の3時間前の事故4歳の男の子の水死その記事を見て 顔面蒼白になっていると、オーナーがこう言ってきた。その子、花火が見たくて、ずーっと空を見上げていたのかもしれないね。 はい、どうも皆さん、こんばんは、こまだんごです、えー。今回も、誰でもオカルト話を投稿、そして閲覧することができる、ホラホリックスクール図書館より、怪談話を3話読ませていただきました。最後の、夜空を見上げてる男の子のお話、うん、すごい切なかったですね。えー、まあ、これちょうど夏のお話ですよね、ということで、 ええー、まあ今ね、あのー、海水浴とかいろいろね、えー、行ってる方も多いと思うんですけど、本当に今の時期って、ええー、水死とかね、溺れちゃったりとかする事故って多いじゃないですか。ね、あの、プールでもそうだけど、まあ海もそうですよね、流されちゃったりとか。ね、だから、すごい、うん、まあ今行ってる方々、ぜひぜひね、気をつけてほしいなっていうふうに思いますね。 うん、この男の子も、ね、せっかく花火が、もうあと3時間で上がるっていう時に、えー、亡くなっちゃったっていうことで、多分未練がね、多分いっぱいあったんじゃないかなっていうので、えー、ね、なんとかして花火を見せてあげたいですけどもね、うーん。まあ、成仏ね、してほしいなっていうふうに思いますけどもね、うーん。 まあ本当にこの時期ね、えー、気をつけていただきたいなと思うんですけど、僕の友達もね、何人か海で流されて亡くなってるんですよね。本当に多くて。うーん。ね、だから皆さんもぜひぜひ気をつけてくださいね。ということで、えー、今回のどのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただき、ありがとうございました。 えー、ホラーホリックスクール図書館へはですね、えー、この動画の概要欄の方に記載してある URL から、えー、行くことができます、えー。ぜひぜひ皆さんも一度来てみてください。 はい。ということで、改めまして、こんばんは、ごま団子です。えー、最近ね、更新ペース頑張ってますよね。僕ね、自分で言うのも <laughs>、なんかあれなんですけど。 ねえ、結構更新ペース頑張ってるなーっていう。まあ、今夏ですし、まあ階段とかのシーズンですからね、えー、今更新しないでいつ更新するんだっていう感じだから、えー、ちょっと自分の体に無知打ってね、えー、更新してるわけなんですけども、まあ少しでも、えー、この動画を見てね、あの、楽しんでいただけたら、楽しんだり怖がったり、い、え、ろ、ー、んな感情になっていただけたらと思うんですがね。えー はい。そして、またまたお知らせでございます。えー、GMO 様が運営するワンチャンというメディアサイトがあるんですけども、えー、そちらでまたまた記事を書かせていただきました、えー。今回書かせていただいた記事のタイトルがですね、えー、オカルトユーチューバーゴマ団子がオカルトを好きになったわけ、えー、という記事でございます。えーまあ、僕がどうして怪談とか、えー、不思議な話とかにハマったのかっていうものが、えー、この記事に、えー、全部書かれております。 え今までね、あんまり話してこなかったような話とかも多分書いてある。ってか、初めて話すかな話が書いてありますので、えー、よければそちらもぜひぜひご覧ください。この動画の概要欄の方にそちらの記事の URL 貼っておきますので、えー、ぜひぜひ皆さん見に来てください。 ということで、えー、本日もここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。良、えー、ければチャンネル登録そして高評価ボタンポチッと押していってくださると、えー、かなり喜びますね。はい、かなり喜びます。えー、あとコメントもね、いつも一つずつ読ませていただいてます。ありがとうございます。えー、そしてこの動画の概要欄の方に僕の Twitter の URL とか、えー、先ほどのホラホリ図書館の URL とか、いろんなの貼ってあります。良ければ見てみてください。 はい。ということで、じゃあまた次の動画、もしくは生配信でお会いいたしましょう。ごま団子でした。おやすみなさい。